イエーイ、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 おはよう。皆さん見えてますか？どうも。見えてますか？はい。こんばんは。ということで、ビートテックスのお家でテレビ会議。イエーイ。ということで、今日のまずメンバー紹介をしたいと思います。はい、ビートテックスのリーダー、ピーちゃんこと奥山ピーピーでーす。イェイ。そして、ピーちゃん。イェイ。ピーウィン。はい。ビートテックスのブラック、ワタルでーす。イェイ、ワタルー。はい、ビートテックス、パープル、ヤジママネでーす。イェーイ。ということで、今日はこの3人でお送りしたいと思います。ということで、今日で、今日からの一発目だね、僕たちが。はい、一発目。一発目ということで、ね、このコメントもたくさん読んでいきたいなと思ってますので、皆さん、どしどしたくさんコメントしてってください。はい、コメント待ってます。ってことで、わたちゃんとまなやも久しぶり。久しぶりです。久しぶりーふ。久しぶりなんだけど、さあ、2人の配信めっちゃ見てるから、なんかあんまり久々感ないわ。確かに、みんなお互いの見てるかも。うん。俺もピーちゃんのツイキャス見てるよ。ほんとに？うん。わたるのポンポコリン見たし。ポンポコリン。マナヤのインスタライブとかを見てる。イエーイ。この間昼にやってたんだよ、マナヤ。そう、マジで、うん、そう、一緒にご飯食べようっていう。そうそう、食べながらやってました。はい、ということで、まあ、もう1ヶ月以上ライブしてないじゃんか、僕たち。うん。ねえ、みんな、何してんの、お家で。家で？うん。配信か、うん。ネットフリックスですね。あー、出た。映画？映画、映画。あ、映画。最近ね、うん、ランボーを、うん、1から4まで一気に見て、面白い。ランボーめちゃめちゃ面白いよ。そう、なんか、アツシのイメージしかないんだけど。そう、俺もそのイメージ。おもろい、ランボー。ワタルがランボーを見てるんだ。そう。エイドリアンってやつ？あ、そう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 。エイドリアンはロッキーの方じゃない？あ、違う、違うの。ランボーは戦う人だから。あ、そう、人は一緒なのか。人は一緒だけど。ロッキーも4月入ってすぐぐらいに見た、俺。おもろい。マナヤは、昨日から、インスタグラムで笑顔リレーってやつ始めたんですよ。え、ごめん、もう、今日載せる。あ、いつでも参加自由なんで、渡るもよかったらやってね。こう、やらない。やらないんかい。やらないんかい。マナヤから、なんか、ピリ君、なんか送っていいですかって来て、なんか適当にいいよって送ったら、なんか、笑顔リレーっていうの来て、うん。いや、ちょっと無視してた、今。なかなかピープやってくれないなと思って、いいよって言ったのになと思って。今日中にやります。どういうルール、自分もストーリーにあげるの、うん、そう、ハッシュタグで笑顔リレー、笑顔をつなごうって言って、やっぱ笑顔がね、やっぱ今少なくなってるんじゃないかなと思い、こう笑顔の写真を、自分の写真じゃなくてもいい。あ、それはいいね。それも、いいね、そう、笑顔をこう SNS に広めたいなっていう。なるほど。いいね。ピー君は、え、僕は、なんだろうな、昨日ね、配信連続50日達成したんです。おめでとう。ねえ。かっこいいんじゃない？そう、50日間ずっと配信してる。あとね、うん、最近はもうオンライン人狼っていうのにハマってて、うん、なんか友達と、なんか友達に招待されて入ったら、うん、なんかその、いろんな知り合いとかが10人ぐらいで、うんうん、すごい。こんにちはって言いながら人狼ゲームするの。やば。もうオンラインでやるようになったんだ。令和感すごいね、それ。
すごいね、これは。すごい。すごい、なんか、たくさんコメントもありがとうございます。マナヤ君発祥は素晴らしいとかも来てるよ。そう、なんかね、すごい、すごいいろんな人がやってくれてるみたいで。そうだね、すごいね。そう、嬉しい限り。ね、ピーポーの皆さんはお家で最近は何をしてるんですか？よかったらコメントしてってください。気になる。気になるよね。うん。っていうことで、なんかとりあえずなんか議題があるみたいで、お、はい、今日のトークテーマですね。気になるよね。今日のトークテーマいきたいと思います。はい、スタッフさんから来たやつそのまま読むね。はい。うん。口がうまく愛のある毒舌ができそうなので、ぶっちゃけメンバーのことどう思ってんの B2 の裏話スペシャル、イエーイ。口がうまいって思われてんだね、僕たちに。嬉しい。すごい、なんかワンマンの YouTube 見てるとかの人もいるし。おう、料理する人ね。いい。え、自作で B2 グッズ作ってますって方もいますよ。何それ、すごい、いいな、嬉しい。このぶっちゃけメンバーのことどう思ってんのスペシャルっていいね。なんか今日はじゃあここでしか話せない話を。おー、そうですね、3人しかいないし話してましょう、たくさんいろんなことを。なんかさ、いろいろね、なんか渡ると僕はさ、結構もうさ、ビートテイクさんに長くいるからさ、うん、まあ、うん、いろんなね、その旧メンバーのなんか癖みたいなもう慣れてんだけど、うん、ぶっちゃけマナヤに入った時の、うん、まずシナックスはどう思った？シナックス。うちらもさ、シダックスを知ってるからさ、うん、いや、なんか最初はちょっと普段こうカメラ向いたら結構楽しいで幸せハッピーみたいな感じなんだけど、カメラがこう向いてなくなったらちょっとなんか怖い系な感じの表情もたまにしてるからオンオフ激しい人とかに。そしたらね、聞けば聞くほど実はね、結構静かなタイプなんだってのが分かってそう、なんか裏のシダックス可愛いなって感じですね。おー、なんか顔も黒い。でもなんか正直、うん、オンオフはっきりしてんのはやっぱシダックスかな。そうだよね。うん、確かに。なんかスイッチ入るよね、スイッチがね、上手だよね。うん、いい、上手じゃないと言うけどね。確かに ね。え、でもそう、シダックス以外にもさ、イグちゃんとかも結構癖強いじゃん。うん、イグさんどうだろうな。イグさんは、うん、普段ってか普通に仕事中もオフの時も優しくて、うん、普通に僕二人でお茶とかもよくしてたんですよ、ビリーベ前とかに。そう、イグさんなんだろうな、イグさんあんまりないな、この想像通りっていうか。ただたまに本気であんなに体いい体してるのに本気で渡るのこととかをぐるぐる投げ飛ばしたりするの見てると、うん、ちょっと乱暴ほんと乱暴な感じだよね。やるときやるんだなって。まあ、それは多分その前に俺が悪いからね。いたずら坊やだね。なんか自分はね、イグさんね、まあ、仲いいじゃん。うん。仲いいくて。で、でもなんかたまにめちゃめちゃムカつくときある。ね結構言うね。いつ、いつさ、なんかレッスンの時とかさ、うん、結構さ、僕とイグさんちょっとバチってる時ない？あれでしょ、始まる前とかでし
あーそうそう、なんか始まる前とか一人でどっか立って全然違うとこ立ってたりするんですよね。いやなんか本当になんかいや集中してよみたいな。で結構言い合ったりするよね。あれだよね、立ち位置みんなついてるのに、うん、どっか行っちゃってるみたいな時あるよね。そう、え、なんで集中してないのみたいな。で、でもじゃ休憩ってなったらまたすぐ普通に喋る、うん、え、知ってる、うん、確かに、うん、そう仲いいなって。そう、そういうのはよくあるね。え、コメントできたのはタクト君は、だってあ、タクティか、タクティ、あ、タクティと言ったらもう渡るとタクティ、でか昔からじゃあ、あの、うん、マナヤが全然入る前に、うん、あのタクティと俺バイトが一緒だったの昔、うん、うん、そのバイト先も一緒だし、B2Takes も一緒じゃん。うん。で、その時 B2Takes は週に2日とかしか稼働がなかったのね。うん。で、その他もずっとタクティとバイト一緒だったから、要はそれはずっと一緒にいると人ってさ、なんかこう、ねえ、なんかそういうギクシャクする時あるじゃん。あるある。うん。それで一回、ボコボコに殴り合ったことがあるんだよね。もうお互いに。え、外で？ね、室内から外に繰り出した。あった。外行こうってね。そう。でもなんかそういうことが続いたっていうか、まあ、喧嘩みたいなのが続いた時期があって。うん、それを乗り越えたら逆に一番仲良くなったっていうぐらい仲良くなったから、そこの友情だね。そうそうだね。びっくりしたよ、だってね、なんか、うん、結構その後すぐ撮影みたいのがあって、そうで撮影来たら2人ともちょっとなんか怪我してて俺顔のこっち絡まらせた、こうやってってなって、でもなんかその時にはもう、いやこういうことがあったんだよみたいな、これでみたいな感じだった。ああもうなんか、うん、ピーちゃんめっちゃびっくりしてたの覚えてるわ。びっくりしてた、うん。いやでもね、まああの時期があったから今こうやってね、ね、喧嘩と仲がいいっていうしね。確かにね、マナヤって喧嘩とかしなそう。僕基本あの間に立つタイプ、喧嘩してる人だったですね、学生時代からずっと。マナヤから見た、うん、ピーちゃんの最初の印象は？おお。でも、うん、あのピービー君が理由で入ったとこもあって、テレビでピー君のこと見てたんですよ。ああそれ前言ってた。ビートテックス、密着みたいなのをなんかニュース番組か何かで見たときに、奥山ピーヴィっていうのを見てて、うん、でなんか見た目からしてちょっと小柄な感じだってずっと思ってて、うんうんうん、小柄な感じかなと思ったら結構さ身長高いじゃんピーヴィ。だからちょっと怖かった普通に、なんかスッってして身長高くておはようみたいな感じで来たから、おちょっとなんか怖って思ったのすごい覚えてる。俺もね、最初ピーちゃんと会った時ね、うん、超怖かったよ。あ、絶対嘘。あのね、なんでなんで、ピーちゃん今は丸くなっ、だいぶ丸くなったけど昔はね、あの心の扉を開くのがねすごい、時間かかって、特に俺とピーちゃんは。想像つかないな、それ。ね、今の俺とピーちゃんの中からすると、本当想像つかないよね。つかない。でも不思議だね、今超仲いいじゃん。ね、本当超仲いい、ね。そう。やっぱそういうのが一回あった方がいいんだよね、きっとね、みんなね。ね。ね。
いいね。逆にそういうのがないとさ、なんかまだ微妙な関係みたいなことも結構。確かに確かに。すごい。なんか他にもコメントで、新メンバーのことどう思いますか。ああ。じゃあ逆にさ、じゃあ、千葉ちゃんと和也が、入るってなった時どう思った。あ、俺、あ、俺は、なんか、まず、解散の話を知らなかったから、ってなって、で、ってなった次にめっちゃ即戦力じゃんって思った。やっぱね、でもなんか、めちゃめちゃ正直、ラッシュのファンと B2 のファンは仲良くできんのかなとも思った最初。違いすぎてね、タイプがね。そうそうそう、うん、マナヤンは、マナヤンはまあまあ新メンバーが最初に集まった時に初めましてだったから、和也くんも千葉さんも。あ、そっか。そうそう、だから初めましてって言ったら、千葉さんがもう、そうからもう、え、お前この間サンマ御殿出てたんやろ、すごいな。お前ほんますごいな、うちの妹も出てたんやねって言ってから、すっげえ来るじゃんこの人って思ったけど、まあ、すげえいい人で面白かったね。ひーちゃんは、俺か、なんか、なんかびっくりだったよね最初ね。うん、うん、びっくりして、うん、なんだろう、なんだ、なんか良くも悪くもびっくりした。みたいな、なんか、なんか今までぶっちゃけなんか B2 Takes と、なんか一応なんかライバルグループみたいな、うん、感じでなんかいろいろ競わされることも多かったの、なんか。そう、なんか特徴をかけた戦いライブとかに出るみたいな、うん、あったり、なんか割と比較されやすかったの、うん、だからなんかそんな人が急になんか味方ですみたいになるわけじゃん、うん、にちょっと戸惑いを感じた最初は。確かに。でもなんか逆にそんな、だから向こうの方が逆になんか入る勇気が必要だったと思うし、今考えるとなんかほんと2人の勇気にありがとうって感じ。うん、確かに勇気和也だけにね。おー、勇気和也のインスタストーリー全然面白くないよね。いや、あれ見た？セットアップ買ったよみたいなやつ。あ、見た。何あれ。何なんだろうねあいつ。ねえ、面白いわ。あの、和也くんらしいよね。ユジンくんの印象はってのもあるね。おお、もうなんか渡るとかマナヤとかはもう僕たちより先にユジンに会ってるわけじゃん。うん、あれっていきなりレッスンからみんな集合したの、それとも一回5人でなんか話し合いみたいのがあったの、なんか。渡ると俺はまた違うのかな、多分。どんな感じ？俺ダンスレッスンに通ってて、うん、このやってて、そしたらそこに友人が来て、で、うん、一緒に何回レッスン、ダンスレッスンやってて、まさか一緒になるってのはその時知らなくて、うん、で、チーム5人集まるから来てって言われて行ったら、そこに友人もいて、ああ、ダンスレッスンで一緒の友人じゃんってなったのが最初かな。そこでビートのメンバー、感じで。俺もね、ユジンはね、うん、あのダンスレッスンが一緒だった。あ、そう、同じく。そう、事務所のダンスレッスンじゃなくて、普通に自分でお金払っていくようなダンスレッスン、うんうんうん、が一緒だったからびっくりしたね。そんな、うん、じゃあもうダンスで相手を知るみたいな。そうそうポップじゃん。やっぱポップじゃん。じゃあ B2TX はダンスと喧嘩でできてるってことで。そうですね。
アンダーグラウンドじゃん。やばい、ラッパーじゃん、ラッパー。不良じゃん。ダンスと床でできてるグループ、ビートテック。イエーイ。イエーイ。でもなんだろうね、あとさ、他になんか、ぶっちゃけメンバーのことどう思ってんのって、なんかもうさ、別に、ぶっちゃけっていうか別にもう、隠してないしね、普段ね。ぶっちゃけってこと。うん。MC でガンガン言っちゃってるしね。そうそう、ガンガン言っちゃうぐらい素で言えるぐらいだもんね。うん。ね。でもなんか、マナヤとタクティってなんか不思議な絡みしてるなって思う、いつも。ああ。なんかマナヤあんまりまだタクティのこと慣れてないよって思う。まだ喧嘩しないってね、僕。あ、喧嘩してないからだ。だから早くいつしようかなって。今予定決めてするもんじゃないでしょ。いつ喧嘩しませんかってもうそれ中学校の頃のヤンキーやん。怠慢や、怠慢。怠慢しようぜ。なるほどね。ねえ、まあそうだね。いや、面白いですね。うん。じゃあ結論、仲いい。いや仲がいい。間違いない。ねえ。ちょっとさ、コロナ終わったらみんなで遊びたいね。遊びたい。どこ行く？行きたいとこ。富士急。はい。同じく。富士急行きたいよね。行きたい。行きたい、めっちゃ行きたい。あと夏に、うん、ピーちゃんいつも行ってんの羨ましいから沖縄。あ、沖縄みんなで行きたい。行きたいよね。俺は沖縄で現地でピーくんの、うん、あの四万十宝が聞きたい。あー、いいじゃん。で俺さ、沖縄行くとさ、うん、もう最終日なんか泣きそうになるぐらい悲しくなる。楽しすぎて。でなんかなんか本当に何にも考えないから沖縄行くとき、うん、だからみんなでそれやりたい。いいね。うん、沖縄いいね。マナヤってさ、うん、タツノオトシゴ見たことある？お、タツノオトシゴ。うん、縦に泳ぐやつ。こういうやつ。あの水族館では見たことある。生は見たことない。あ、おお。見たことない。それピーちゃんね、握ったことあるんだって。そうだよ。え、タツノオトシゴ握る？俺ね、あの沖縄の氷島ってとこ行った時に、うん、ちょっと泳いでたらタツノオトシゴが目の前にいて、おう。いや、と思うじゃん、まず。うん、本物じゃんと思って、いや、まさか触れないよねと思って、こうやってやったら触れたの。このエピソード大好きなんだよね、俺。見た目ちょっとさ、ちょっとあれなのよ、ちょっとなんかあんま触りたくないような。確かにね。わかる？なんか知らないし、あんたのことって感じ。うん、あんま触りたくないけど、まさかなと思ってこうやってやったら触れた。触っちゃったみたいな。それすごい。だから探しに行こうね。タツノオトシゴみんなで探しに。ね。行きましょうか。で、あれだね、もうすぐツアーも始まるんだよね、6月からね。そう。行けるといいね。うん、いや、本当に。ね。コロナってさ、うん、1回でなんかさ、うん、消せないかな。お、消そうとしてる。うん、なんかはぁーって言ったら消せないかな。消せんじゃない。ちょっとマナヤやってほしいな、それ。今なんで俺なの？ちょっとみなよさんもびっくりするぐらいの声量でやってほしい。ちょっとやってほしいな。まあまあね、みんなのね、平和の思いも込めて。
消えたと思うよ。なんかさ、家が響いてたね、今ね。家が響いてた。そう、響くんだよ、ここ。リルちゃん大丈夫？リルちゃん、リルちゃん大丈夫よ。今いないけど。ねえねえ、渡るマナヤンち行ったことある？ない。あのね、うん、マッサージチェアあるんだよ。マジ？ありますよ、ね、それで、え、いつもやってるの？それめっちゃやってた。自分はあんまりマッサージチェア使わないから。でも志田さんがめっちゃ使ってた。志田さんめっちゃ使ってた。志田さんめっちゃ使ってた。マッサージチェア家にあったらさ、なんか、あ、楽しそう。わかる。楽しそう。でもなんかマナヤの、うん、部屋ね、弟の部屋よりも、うん、狭かったし、うん、弟のベッドの方がでかかった。ええー。やっぱ身長が大きいんじゃないんだと思った。身長が大きい方が大きい部屋なんだって。マナヤサイズってこと。もうベッドも。最近、なずきくんと夜中一緒にゲームやってるよ俺。そう、うん、それは初知りなんだけど。一回だけやった、この間。あれ、バンバン、バンバン系のやつ。そう、バンバン系のやつ。うん、あれ、それは初知りだ。あとナスキーに言わないと。ちょ、僕も混ぜてくださいよ。ナスキーの一緒にやろう。志田が入って、志田がナスキーのベッドに入ってたんだよ。え、マジ？うん、あ、ミルちゃん？ミニーちゃんです。ミニーちゃん、ミニーちゃん、かわいいね、みんな。ミニーちゃん。かわいい。何歳？今な、2歳。2歳？スマイルは何歳？スマイル9歳ぐらいかな。おお、先輩。スマイル、スマイル。でもね、こうやって俺配信してるじゃん、うん、で終わってね、向こうの部屋行くとね、ドア開けた瞬間待ってるんだよ。かわいくね。かわいい。いいな、2人。うちなんてこれだよ。何それ、スヌーピーの偽物？何それ、言われた、これスヌーピーって。スヌーピーの偽物みたいなの？これポチャッコ。ポチャッコ？うん、確かね、もう31歳ぐらい。めちゃめちゃ結構生きてるね。先輩。おっちゃん31歳ぐらい。え、それディズニー？違う、サンリオだよ。あ、サンリオか。うん、そう、かわいいね、うん、本物がいい。捨てたやん今。そう、本物がいい。これいる？何？え、何それ？ファイズ？これ、ジオ。ジオ？それ、いつもどうやって遊んでんの？こうやって、ブシッ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 ってやってる。やってるわけないやん。え、昔やってた、でも。昔やってた。やってたよね。やってた。昔やってた。マナヤはやってた？やってたよ。これ出てる。そう、その仮面、あの、そういうの同じようなやつ、仮面ライダーのやつで。やってたよね。男の子はみんなやるよね。うん。うん、でも俺中学生ぐらいまでやってたけど。なかなかだね。長いね。長かった。
長いね。そういう感じね。うん。ってことでね、もうね、早いんですよ。もう30分経っちゃったんです。いい。早い。あっという間。あっという間。ですね、この後僕たちは21時から、はい、トークポートっていうのがありまして、今ね、ご予約っていうのできますので、うん、この後僕たちと1対1でおしゃべりしたいよって方いましたら、トークポートっていうのをぜひぜひ申し込みお願いします。お願いします。そして、日曜日にもね、それがあるんですよね。日曜日、トークポートが20時からありますので、はい、今日はちょっとできないよって方がいましたら、ぜひ日曜日よろしくお願いします。よろしくお願いします。次の、お家でテレビ会議は21日火曜日、メンバーはタクティ、シダックス、あっちゃんの3人です。おじさん確かに確かにポップなメンバーだね、うん、あれ終わっちゃった。え、終わってないよ。終わってないか。あれ終わった。あれ画面が変わった。あ、画面がそれになっただけだ。え、一回切っておった。あ、戻った。戻った。なるほど。ってことで、じゃあお家でいい子にしてる皆様に一言ずつ言って終わりにしましょうか。はいはい。お家でいい子で待ってるみんな、いい子で待ってたら楽しい日々がすぐ戻ってくるよ。最後はいはい、みんなお家でいい子にしてたらピナッシュちょうどこのメンバーじゃん、あの時のラジオも。そうだよ、メンバーで。フィナッシュのメンバーで。ピーちゃん、つぶってるやん。フィナッシュめっちゃ好きなの。はい、福山 PV です。ですね、そうですね、今日も皆さん見てくださってありがとうございました。本当に今こうやってもうね、1ヶ月以上ライブしてなくて、次もね、いつライブができるかわかんない状態なんですけど、あの今日からね、またこういったお家でテレビ会議が始まったり、こんな時でも皆様に少しでも楽しんでもらえるようなコンテンツを、B2TEX メンバースタッフ一同考えていきたいと思ってますので、引き続きすごいね、こんな時期なのでいろいろ悩んじゃう時期とかもあると思うんですけど、くよくよせず少しでもね、楽しんでいけたらいいなと思いますので、引き続き皆さんも B2TEX と一緒に乗り越えていきましょう。はい、イエイ。でそれぞれね、わたるいもわなやも僕もいろんな配信やったり、はい、ね、してるので、うん、Twitter やなどなど、インスタなどなど見てくださいね。そこで書いてありますので、うん、じゃあそんな感じかな。はい、そうだね。なんかコメントを皆さんたくさんありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったですとか、素晴らしい企画ありがとうございます、ちゃんといい子にしてます、楽しかったですなどなど、ありがとう。ってことで、じゃあもう終わりだね、うん、あっという間ね。早く遊び行こうね、終わったら行け、行きたい。うん、とりあえずアウトレット行こう。アウトレット、あり、はい、アウトレット、コストコ、あー、いい一番楽しいやつ。あ、で夜中大剣園、あ、いいね、いいね。もうそれち、もう千葉グルメだで朝寿司三昧。あ、もうそれは俺のお父さんとお母さん連れてってくれたやつやん
今聞いてるから多分。あ、本当に連れてってってあ、また楽しかった遊びですね。じゃあこんな感じでいいかな。はい、OK、みんなでバイバイしましょうか。うん、じゃあみんなで挨拶しようということで、はい、以上僕たちは B2Takes でした。バイバイ、またね、ありがとう、バイバイ。